それでは、時間になりましたので、株式会社万葉の、松本拓也さんによる CSS の技術的負債との向き合い方です。お願いいたします。い、よろしくお願いします。CSS について話していきます。株式会社万葉の松本拓也と言います。Twitter ではこの猫がお風呂に入っているアイコンでやってて、ユーパインツリーというアカウントです。プログラマーやってます。よろしくお願いします。先ほどここのランチセッションで、現場レルズ、通称現場レルズっていう本が、その紹介があったんですけど、その著者の一人として携わりました。頑張って書いたので、読んでくれたら嬉しいです。で、今日のテーマ、CSS の技術的負債です。で、ちょっとスライドが英語なんですけど、途中から力尽きて日本語になる予定です。CSS の技術的負債について、僕自身が、ある案件で携わった経験があって、で、それで CSS を改善したという経験をもとに、そのプログラマーの視点として、どうやって取り組んでいくべきかっていうところを考察していきたいと思います。で、まず、なんで CSS は技術的負債が発生しがちなのかなって思って考えてみました。で、皆さん、こういった経験はないでしょうか？CSS を変更したらなんか思いもよらぬ変、影響があったとか、あとは HTML の構造を変、ちょっと変えただけなのに、スタイルが崩れちゃったとか、あとは、なんか CSS 変更するとどういう影響があるかわかんなくて、触りたくないとか、あと、なぜか変更が当たらないとか、あと、使われてない CSS があるのはわかっているのに、触るのは怖くて消せないとか、そういった経験ないでしょうか？僕は結構あります。で、こういった負債があると、開発自体のボトルネックになってきます。で、ボトルネックになってしまった CSS っていうのは、結構物理的に、心理的に手を出しづらくなってしまうっていうことがあります。で、その結果、ちょっとした修正に対して、結構多大な時間を要するようになってきます。で、もしそのプロジェクトに、チームに、その CSS に詳しい人がいたとしても、その人に、そのタスクが集中しがちになってしまって、そこが単一障害点になってしまうっていうところがあります。でも、これは CSS に限った話ではなくて、このような構造っていうのは結構 Ruby のプログラミングでも、下手をしたら起こり得ることですよね。でも、その Ruby とかそのプログラミング言語と違って、こういった CSS の負債による影響とか、どう対処するかっていう話はあまりなんかチームでディスカッションしたような記憶が僕の中ではないんですね。で、それは自分自身どうしてだろうと思って考えたときに、CSS ならではの背景があるんじゃないかと思うんです。で、CSS は、それ自身は結構シンプルに動きます。で、結構詳細度とか、特定のルールがあるだけで、基本的には書いた通りに動きます。で、最初のうちは書いた通りに動くので、明確で、はっきりわかりやすい構造をしています。でも、だからこそ、品質によらず、表面上はうまくいっているように見えるんですね。ですが、そういった構造から、結構仮負債を作りがちで、返済の見込みがないのに、無意識に負債を作ってしまっているみたいなことがよくあります。で、最初はシンプルっていうのは他の言語でも同じなんですけど、CSS に、が持っている独特の背景としては、構造化が難しいっていうところとか、あとは、自分自身が負債を作っているっていう事実に認識しづらいっていうところがあると思います。そういったことから、負債の成長っていうのは水面下でどんどん負債は成長しているのに、それに気づくのが遅れてしまって、最後、最終的に発覚するっていうところで、メンテナンスに対するチームの関心っていうのが非常に大事になってくると思います。ただ、開発チームにおいて結構関心が必要なところはいっぱいあるなと思うんですよね。で、ここちょっと思いつく限り、適当に挙げたんですけども、ちょっと円の大きさとか順番とか関係なくて、とりあえずこれで説明します。とあるチームのとあるメンバー A さんはこの範囲で関心があったとします。B さんはこの範囲で関心があります。C さんはこれで、D さんはこの範囲。で、このチーム全体で傾向をちょっと見たときに、プログラマーっていうのは、機能とか価値を早くユーザーに届けたいと思っていて、で、CSS に手を出すのはちょっと嫌だなと思ってとか、
あとは CSS とかはデザイナーがちょっと良くしてくれるんじゃないかっていうふうに思いがちっていう傾向があるとします。で、このチームのデザイナーさんたちは、まあ、CSS はただデザインの表現手段の一つでしかなくって、まあ、結構その CSS をちゃんと設計するとかっていうところにモチベーション、動機づけが難しいと思っています。で、こういった構造があるチームだと、この関心の表した円の外の部分、ここが谷になってしまって、関心が及ばない領域になっています。で、このセッションではその領域を関心の谷というふうに名前をつけてみようと思います。で、こういう関心の谷があるところだと、気づくことがそもそもできないですし、もし気づけたとしても、誰かがうまいことをやってくれるだろうというふうに自分ごとに思えないです。まあ、思いづらいです。で、まあ、きっとちょっとそこには集団心理みたいなものがあって、傍観者効果とか、詳しくはないんですけど、そういうのがもしかしたらあるかもしれませんね。で、関心の谷をどう乗り越えるかっていう話をこれからしていきます。ただ、ここが、ちょっと、はい、ここから日本語になります。そう、sorry for English speakers. The screen is Japanese from here because I have no time to translate to English. Maybe I want to upload English version of the slide. So please refer that if you're interested. っていう感じで進めます。で、谷に橋を架けるということを検討したいと思います。詳しい知識がなくても、無意識に技術的負債を作り込まないような構造、つまり橋を作るということですね。ただ、あくまで橋ですので、やれることは限定的です。で、今回紹介する橋としては、この3つを考えてみたいと思います。まずは設計方法論です。まあ、これは先人たちが考えたベストプラクティス集とも言えるもので、まあ、いろいろな種類が、すごい種類が世の中提案されています。で、これ、この方法論のメリットとしては、まあ、そのワンセットで統一されたその考え方があるというのと、ドキュメントとか哲学でのアウトソースできるというところですね。で、さらに多くの導入事例があって、情報が手に入れやすいというところがいいと思います。一方で、プロダクトにマッチしないことがあるのは注意したいところで、また、ルールが複雑だったりする場合に、それが理解しがたかったり、別の解釈が生まれて、チーム内に混乱が生じることがあります。また、ルール自体を覚えていないとか、浸透しないということもあって、そこは注意する必要があります。また、あと、方法論に従うこと自体が目的になってしまうと、本来何を解決したかったのかってところが見失ってしまって、あまりこう、有効に使うことができません。以上を踏まえた上で導入すべきかと考えると、まあ、この方法論の考え方とか解決しようとしている問題、背景を理解した上で、チームで納得できれば、これは導入していい結果になるんじゃないかなと思います。もし、その導入を見起こったとしても、カスタマイズするとか、エッセンスだけ導入するっていう選択肢もあると思います。で、これから紹介するのは、私自身、経験上おすすめだなと思っている制約と問い出しについて、エッセンスを紹介したいと思います。制約です。なぜ制約を導入するのかと言いますと、CSS の仕様はシンプルなんですが、それだけに書き方によっては、どこまでも複雑になり得ます。その制御は書き手に委ねられますし、書き手っていうのはチームメンバーでいろんな人がいますし、いろんな人が出入りがあると思います。なので、そこに制約を導入することによって、どんな人が書いても平等に失敗しづらい構造を作るっていうのが目的です。で、効果的にだなと思う3つの制約を紹介してみます。まず1つがクラスの命名規則です。CSS はそのセレクターで指定した通りに適用されるので、そのクラスが、まあ、命名がとても重要で、かぶってしまったりとか、意味がよくわからない、その何を表そうとしているのかっていうところが、名前に現れてないと、かなり混乱します。なので、命名は非常に重要です。あと、スコープという考え方が存在しないので、まあ、広い範囲で競合が発生しやすいという面があります。そのために、1位で内容を理解しやすいものが望ましいと思います。で、まあ、方法論としては、Vim とか SetCSS、ECSS があるんですが、まあ、今日はちょっと Vim を紹介したいと思います。Vim は結構ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、その下に表すように、ブロック、エレメント、モディファイアっていう3つのパーツから、クラスには構成するというものですね。
で、デム自体は命名規則を、強制しないんですが、デファクトスタンダードとしてマインドベンディングっていう命名規則がよく利用されます。まあ、このアンダーバー2つで表すとか、ハイフン2つで表すとかですね。なんかこのブロックに対してエレメントが子供になるから、この下のアンダーバーを使って、ブロックに対してモディファイアは等価であるっていうか、同じ価値があるから、なんていうか、ハイフンで表すみたいな、そういう覚え方があるみたいです。で、デモを使うと、スコープをエミュレートすることができるので、先ほどあった問題の一部が解決します。また、ブロックエレメントっていう、まあ、あとモディファイアが、その3つの方針があるので、まあ、ほとんど誰が設計しても1位で分かりやすくて、衝突の少ないクラス名になるはずです。まあ、っていうはずっていうのは、ブロックとかをどう解釈するかっていうのは人によって違うので、まあ、そこで若干違いが生まれることはあります。あとは、クラス名が上長になるとか、慣れない記号があるみたいなところは、ちょっと受け入れる必要があるので、注意したいところです。で、次の制約です。詳細度をなるべく同じに保っている制約です。詳細度っていうのは CSS のそのどのスタイルをどう優先して適用するかっていうパラメータみたいなもので、で、その詳細度に無用な代償があると意図せぬ競合が発生しやすいです。これがなぜかスタイルが反映されないみたいな現象が起こって、多分人によってはトラウマだと思うんですけど、インポータントっていうものが登場しだします。で、この詳細度の代償は本来意図的に設計すべきで、もしそれが行えることが、設計することができれば、すごく強力な武器になるはずなんですが、関心の谷があるっていうチームでは、それは結構ハードルが高いですし、また新しい人が入ってきたりとか、そういう出入りがある中で、詳細度をこう、みんながみんな同じように理解しているっていう前提が結構気づきづらいです。詳細度は浮気合戦と呼ばれる現象がよくあるので、ちょっと紹介してみます。で、まあ、こういうふうにリンクするとこ、ピックアップっていう、まあ、入れ子の構造がある、セレクター型として、それに対して右の HTML に対して、こう、リストを適用しています。まあ、ここでメニューでも使えるなって思っちゃって、メニューにも、こう、採用してしまいました。ただ、もちろんメニューって見た目がちょっと違うので、ここでちょっと変えようと思って、上書きをします。この上書きは ID セレクターを用いているので、詳細度がすごく高くなります。そうすると、このカラーの属性、このカラーがピックアップに当たらなくなっちゃって、じゃあなんか当たらないし、インポータントしとこうとか言うと、これはもうカオスですね。これに勝つにはさらにインポータントに加えて、高い詳細度を用意する必要があります。なので、意図せぬ変動を防ぐ制約を導入することがあります。なので、ちょっと、追っていくと、先ほどあった入れ子の子孫セレクターを導入しないとか、ID セレクターを使用しないとか、あと要素セレクターは、意図せぬ低下を起こしてしまうことがあるので、使用しないみたいなことがあります。ただ、もちろん、その分 CSS の表現というのは制限されるので、そこは認識しておく必要があります。この子孫セレクターはちょっとイメージしづらいと思うので、軽く紹介すると、まあ、左の部分は入れ子で子孫セレクターを使って上書きしていた例で、右の例は、子孫セレクターを使わずにフラットに、CSS を記述した例で、右の例ではフォントサイズの上書きが発生してないことがわかります。ただまあ、強い制限なのでメリットはあるんですけど、その例外を定義してそれを許容するケースもあります。ただ、あまり例外だらけになってしまっても、それ自体が混乱になるので、その例外の導入は十分検討した方がいいと思います。で、もう一つの制約が、レイアウトと見た目を分離するっていうところです。レイアウトっていうのは、その、この要素とこの要素がこれぐらい離れてるとか、この要素は右の方に寄ってるみたいな、そういった情報で、そういったものと、その要素自体が持っている本来の装飾とかが同じクラスに定義されていると、再利用のハードルが上がって、浮気とか重複定義がされがちです。でなので、レイアウトを別のクラスに切り出しておくと、再利用がしやすくなって、この要素、コンポーネントを柔軟にレイアウトすることが可能になります。まあ、例としてはこんな感じで、左側レイアウトクラスで、右側見た目のクラスというふうに定義しています。でここでマージンをレイアウトとして用意して、それ以外の要素を見た目として定義しているんですが、レイアウトを定義する際に、こうセレクターを使っていることがわかります。これは、
結構範囲を限定するために使える技術で、まあ、テクニックで、ここで質問セレクターを使ってしまうと、さっきのような問題が発生してしまうので、セレクターも詳細度をもちろん上げるんですが、ここでは許容しているという状態です。で、まあ、これにもトレードオフがあって、コンポーネント自体の凝集度を下げるという面があります。なので、細かく分離しすぎると、要素から同時に、この依存する数が増えるので、その一緒にこれとこれを使ってくれとか、あとこれを変更したらこっちも対応しなきゃみたいなことがあって、使い方が難しくなる場合があります。なので、状況に応じてその必須とはせずに、レイアウト層を設けて分離をこの構造的に推奨するっていうのも手かなと思います。で、そういったのを導入しているのも結構方法論としてはあります。で、ちょい足しクラスです。ちょい足しクラスは、まあ、一般的にはユーティリティと呼ばれるものですね。汎用的に使えるヘルパークラスで、まあ、このセッションではちょっと親しみやすそうにするのと、あとはその目的を端的に表すからちょい足しとしています。で、ブートストラップ4とかで MB3 とかそういったのがあると思うんですけど、そういったのが使ったこともある人がいるかと思います。まあ、下のレビューにマージンボトム3ってやると、ちょっと下に間を空けてくれたり、エキストライトってやると右に詰めてくれたりっていう、そのちょっとしたといたしです。で、この良さは、この文脈、まあ、さっきあった話で、見た目とレイアウトを分離してくれるっていうところを補助することが補助します。あとは、要素のコアなスタイルに集中して実装を考えることができるっていうところと、あと個人的にこの3つ目が一番いいと思うんですけど、CSS の知識によらず、平等にスタイルを当てることができるっていうところがあると思います。なので、ちょっとしたことでデザイン基準に沿っているかっていうのをデザインにこう問い合わせて、いいですかっていうふうに確認してもらう、確認する必要がなくなるので、これがあるだけで結構負荷が下がると思います。で、何をちょい足すべきかと考えたときに、多分2つ大きな役割があって、まずデザイン基準に即したクラスで、余白とかタイポグラフィーとか色のバリエーションみたいなところと、あとは見た目を分離するのを補助するクラスがあると、まあ、わざわざそのレイアウトのためにいろいろ定義しなくても良くなるという面があります。ただ、これもやりすぎは注意で、こんな感じでもうどん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 ちょい足しちょい足しでやっていくと、もはやちょいではないみたいな状態になってしまって、これも見ただけで何を表しているのか、ぱっと見わからないですし、その HTML から CSS に依存が増えて、不結合になりすぎて、変更に弱くなるとか、まあ、コッペが増えるみたいなところがあります。なので、ちょいではないなら、ちゃんとクラス化することが大事で、まあ、そのために最大でどのくらいちょいできるかっていうのを目安を決めるっていうのが有効かなと思います。で、下に載せているちょっと余談なんですけど、ユニバーサル CSS っていうのがあって、これはちょい足しを皮肉ったもので、まあ、ここまで極端なことにはならないと思うんですけど、まあ、節度を持って便利に使いましょうっていうところですね。で、ちょい足しクラス自身はシンプルに保つ方がいいと思います。広範囲で使われるクラスなので、変化しづらい内容にしてください。変化しても、その影響自身がその意図的であるとか予想してましたみたいな言える状態を保つことが大事です。なので、その子孫セレクターなどと組み合わせて上書きして、ここはこういう変化をさせるとかいうことをすると、作用が予測しづらくなって、共通認識が作れないので、それは避けた方がいいと思います。で、橋を散々かけてきたんですが、橋にも限界があります。プロダクトの成長とともに橋が巨大になってくるんですね。ルールが複雑になって、ちょい足しクラスは多様化していきます。で、そのために、その適切に使われているかというチェックが負担になってきて、そのチェックをすり抜けた意図と違う使われ方したものが混乱をもたらします。なので、この上記のような橋自体のメンテナンスコストが大きくなってきます。一方で、関心の谷っていうのは相変わらずそこに存在して、根本的には解決してない状態ですね。で、橋は確かに効果的なんですが、なんかいわばもともとあった負債を、その利子が低い別の負債に付け替えただけとも言えて、根本的解決はまだしてない状態です。なので、橋を必要十分な大きさのために、谷自体に対処したいと思う時期が来ると思います。そうした場合に、谷を埋めていくっていうことを考えると思うんですけど、まあ、どういうことかというと、メンバーの関心を広げて、チーム全員で CSS を補修するという文化を根付かせる必要があります。そのためには、その学習コストもちろんすごくかかるんですけど、それを受け入れて、属人化せずに設計やレビューができるようになるというところが必要です。
なので、一人じゃなくてチームとしての活動になります。もちろんさっきの橋もチームでやった方がいいんですけど、一人ではこれはできないんですね。今までで橋を架けると谷を埋めるっていう二つを紹介したんですけど、それぞれちょっと比較してみると、解決可能な問題は橋は限定的っていうお話をしてました。で、谷を埋めるっていう方法は根本的に解決できるという方法です。一方で実行のしやすさという意味では、橋を架けるというのは、できることから始められる。簡単と書いてありますけど、どこまでやるかによって変わるので、ちょっと難しい場合もあります。でもできることから小さく始められるっていうところはあります。一方で谷を埋める方法は、もう始めるのはちょっと難しめで、すぐに結果が出ないんですし、結果が出たっていうことを計測するのも難しいです。なので、谷を埋める方法は理想的なんですが、谷が大きいチームほど実行が難しいというジレンマがあります。なので、まずは橋を架けて、並行して徐々に谷を埋めるっていう流れが現実的じゃないでしょうかと思います。そして、どの順番に取り組むかっていうお話ですが、それを説明するために、とある開発チームを想定します。このチームでは CSS の技術的負債によって開発スピードが低下をしていて、で、それによって困っていました。で、CSS に詳しいメンバーが一人いるんですが、この人がいるんですが、属人化している状態です。で、この人に負荷が集中してしまって、ボトルネックになっていて、何をやるにもその CSS をチェックしてもらわなきゃいけないという状態になっています。もちろんこれは辛いので、ちょっと待ってっていう感じで、タスクをブロックしてしまうことも多々あります。で、もしそれがブロックされているのに進めたいということになって、取りこぼすようになってくると、さらに負債が積まれていって、負荷が増えていく、負債が増えてっていう負のループに陥っていくことになります。こういった場合、どう取り組めば良いんでしょうか。フロントエンジニアを雇えば解決するのかっていうと、一時的に負荷は軽減されそうなんですが、長期的にはそのメンバーに負担が集中して、今度はボトルネックが移動するとか、またその分だけ負荷が増えるみたいなことになりそうですよね。したがって、まずは負のループを止めて、無策に負債を増やさないようにするという構造にしたいです。そして負債を徐々に返していけるようにしたいところです。そのために、まず小さく橋を架けます。先ほど説明したちょい足しクラスを導入して、ここではユーティリティという名前で分類することにします。で、なぜ最初にちょい足しクラスかっていうと、ちょい足しは使い始めやすい、ハードルが低いっていうのと、それによって直接的に効果が出やすいんです。効果っていうのは、負債の増加を補足できるとか、ちょっとした依頼が減って、詳しいメンバーに対する負荷が軽くなるっていう面ですね。あとは今後のリファクタリングを見据えた場合に、既存コードのリファクタリングの切り離しに便利に使えるっていう面もあります。で、ユーティリティを導入したとして、使ってもらわなければ、知ってもらわなければ意味がないので、それを行う努力をします。で、そのためにスタイルガイドを作成して周知しましょう。スタイルガイドっていうのは、あれですね、使い方とどういった種類があるのかと、あとは注意点とかいろいろ記載した見た目とこのクラスを使ってくださいねっていうドキュメントのことですね。で、そのためにジェネレーターを使うと便利で、結構いろいろあるんですけど、ちょっとメンテされてるかとか、そういった観点で見ると、結構限定的になってきます。で、アストラムっていうのを私は使ったことがあって、これは結構綺麗に出てきて、あと、メンテナンス自体も、デザイナーであっても、プログラマーじゃなくても、ドキュメントを記述できるっていう面で、結構良かったです。ただ、最近ちょっとメンテナンス状況が不穏なので、ちょっとよく確認してから使ってみてください。で、先ほど説明した通り、スタイルガイドには、定義されているユーティリティを包括的に書くことと、あと使用例を載せたり、注意点を出したりすることです。あとは、スタイルガイド自身も更新していかなきゃいけないので、その更新を誰でもできるように、更新をどうやってするかということを書いてあるといいですね。そして、UTP ができたので、ルールを作成していきます。で、一旦古いクラスに対する、処置は置いといて、新しいクラスを作るときにどうするかっていうのを考えます。で、そこでどんな方法論だったりとか、その制約を採用するかっていう合意をチームで作って、実際に適用します。
で、これが決まったらスタイルガイドとか履歴などに記載して目につきやすいようにしておくのがいいと思います。ここまでで新しい画面においては迷わず使えるユーティリティと失敗を防ぐルールで安全に実装していけるという前提が整いました。ここで負債の負のループからはまあ大体抜け出せたと言っていいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ普通のところが壊れやすいのはそのままの状態です。壊れていると新しいルールの浸透も阻害するので、早いところ対処したいところなんですが、そのためにこれからは既存コードをリファクタリングしていいコードに持っていくっていう地道な活動が必要になります。で、早速始めたいところなんですが、その前に認識しておきたいことがあります。まず負債を持つクラスっていうのは広範囲にわたって使われていて、時には浮気されています。なのでその置き換えた結果、意図せぬ影響がないかどうかっていうのを確かめるのは一苦労で、ここでしか影響してないと思ったら、実はこっちも影響が反映されてたみたいなことがよくあります。なので、そこのテストを自動化したくて、そのビジュアルリグレーションテストっていうのを導入すると、結構楽ができます。これは見た目をスクリーンショットを撮って変更前後の差分でチェックをするテストで、意図せぬ変更がないかどうかっていうのを確認するテストです。そのためのテストツールとしては、MaxTop.js とか RegSuite っていうのが、あります。で、私自身は MaxTop.js を使ったことがあって、こんなような感じで、左と真ん中で比較した結果が右に出て強調表示されるみたいな、わかりやすく出してくれます。で、手前ミスなんですが、Rails と組み合わせて使った時の解説記事があるので、もし興味があれば参照してみてください。あともう一つのレグスートに関しても明日セッションがあるみたいなので、まあ、そこも見に行くのも結構楽しいと思います。で、これから地道なリファクタリングが始まりますと。で、何からやるかというと、効果が出やすいところとか、問題が大きいところを優先したいところです。例えば、同じ内容目的なのに違うクラスになっているものとか、あと違う目的のクラスなのに、上書き共通化しているものを分離したりとかを行います。で、ここで細かい部分が気になりだして、細かい調整をしたくなるんですけど、それをやりだすとすごく気が遠くなるんで、ぐっとこらえて、一旦置いておくっていうのが大事になります。で、このリファクタリングの中で、より汎用的な構造が発見されるはずです。例えば、グリッドシステムのような、そのレイアウト部分なんていうのは結構、代用格です。で、それらをグラス化して再利用可能な状態にして、まあ、ドキュメントの上へと置くと、今後また使える強力な橋になると思います。ただし、過度なドライは目指さない方が良いと思います。使われ方が違うなら、重複定義した方が問題になりづらいです。XE も同様で、抽象化の際は十分検討してください。で、休憩も大事です。CSS のリファクタリングっていうのはすごく地味な作業なんですが、単純作業ではありません。全体の構造を把握しながら行うとても気の使う作業です。で、ちょっと焦ってしまいがちではあると思うんですけど、この段階では負のループから抜け出せているんだと思って、着実にゆっくり休憩しながら行うと続きやすいと思います。で、地道で泥臭いんですが、これは続けることに意味があります。どんどん綺麗に動きやすくなってくると開発効率が上がりますし、ボトルネックが解消して嬉しいことがあります。で、また画面を触る、いろんな画面を触るので、その過程でシステム全体の理解が深まります。なので、チームみんなでやるとより良いですよね。で、それ自体がそのチームの CSS に対する関心を広げて、作業を埋めていく機会が作れる状態になるととてもいいと思います。まとめです。まず CSS の技術的負債の根源は関心の谷であるという仮説をお話ししました。で、関心の谷に設計方法論、制約、ちょい足しクラスという橋を架けるといいよというお話をしました。で、その橋にも限界があって、徐々に谷を埋める活動をしていくことも大事ですよという話をしました。で、まあ、これらの3つの理由はすごく長いんですけど、小さく始めること自体はすぐにできるので、もし問題になっているところが、このチームがありましたら、この発表を参考に取り組んでいただけると嬉しく思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。